Good morning to our US audience and good evening to アメリカの方おはようございます。日本の方こんばんは。またアジアの方こんばんは。マイケル・グリーンと申します。アジア担当の CSS のシニアバイスプレゼント、またジャパンチェアをも務めています。またジョージタウン大学の教授も務めています。富田コーチ大使、ラム・イマニュエル大使をお迎えできて、嬉しく思います。今月、バイデン大統領は岸田総理とサミットを日本で行うことになっています。日米同盟を推進させて、自由で開かれたインド太平洋地域のビジョンについて述べることが期待されています。中国の強制、北朝鮮の試験、ミサイル発射試験などがあって、ウクライナ戦争の待って緊張が高まっているわけです。バイデン・岸田サミットから何を期待できるのか、これからの日米同盟について何を、期待できるのかという話をしたいと。11年から19年なので、シカゴの第55代の市長、その前は2008年から2010年までの、オバマ大統領の首席補佐官を務めました。富田浩二大使はアメリカへの日本の大使です。2012年に講師を務めた経験を持っております。また韓国大使、G20 のサミットへの代表、そしてイスラエル大使の経験もお持ちです。まずはエマニュエル大使と富田大使の冒頭発言、そしてその後は対談を行いたいというふうに思います。アスクライブの質問というクリックをすれば質問のリストに載りますので、聴衆からの質問も受け付けます。エマニュエル大使どうぞ。私の友人コーチありがとうございます。また皆様ありがとうございます。東京からこんばんは。まずはマイクがホストを務めてくださっていることに対して感謝をしたいというふうに思います。またこれから次の新しい仕事について幸運を祈りたいというふうに思います。マイク・グリーンのいろいろなアドバイスも得られました。私は上院の承認を受けているとき、オーストラリアに行くときにカルラン・キャロニーに私と同じぐらいに親切にしてください。6ヶ月ぐらい上院の隔離プロセスという話があったんですけれども、日本のペースは遅いとみんな言っていましたけれども、本当に東京に来ていい意味で驚いています。本当にいろんなことが早く行われて、岸田政権は非常に機敏で、特に国家安全保障について非常に速やかにいろいろ上手にできているというふうに思います。日本の国内政治とまた外部の動きもあって、これからの2年間に行う日米同盟の決断というのは向こう30年間に大きな影響を及ぼすというふうに思います。岸田総理はやはり岸田のような国家安全保障のドクトリンというのはできてきているというふうに思います。4つの柱があると思います。1つは日米同盟というのは同盟保護から同盟当社に移りつつあるというふうに言います。もう一つは団結というのは戦略的なアセットです。ウクライナについてヨーロッパとも団結を示しているわけであります。3点目ですけれども、国連の戦争についての評決において棄権をした35カ国がこれから焦点になる。で、4点目ですけれども、同盟そのものは抑止になるということです。さて、1点目の防衛のための同盟というよりも投射のものになると。
ずっとこれまでの日本の対ロ政策を速やかに捨てて、日本の方針を変えられました。これによって岸田型のドクトリンができつつあるというふうに思います。で、また G7 との関係ですけれども、制裁が10ラウンド行われていますけれども、700の個人と200以上の主体が輸出管理や個人の制裁、資産の凍結などが行われます。ベラルーシもそうですけど、ヨーロッパよりも早く日本は措置を取っている場合があります。本当に、韓国、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、その他アジア、インド太平洋地域における国のペースを日本がそのテンポを打ち出しているということであります。で、評決に先立って ASEAN 諸国に、日本は働きかけをし、3月3日国連の投票において ASEAN 諸国の10カ国のうち8カ国が賛成投票してくださったわけです。岸田総理は個人的に働きかけをしたというふうに言います。法の支配と国連の原則である各国の境界を尊重しなければならないという重要な原則のために働きかけをしました。2点目、団結ですけれども、岸田総理はより強い団結というのは、防衛力を強化するということを理解されているというふうに、中国はこの地域において、NATO が動き出したということだけではなくて、アジアの重大な、重要な国は行動をとっているということで、一国が戦争してもよろしいという許可が出たわけでもないということです。聖なる国の地理的な境界線を犯した場合、これは他の国の許可にはならない。他の国が同じようなことをやってはよろしいということにはならない。中国はウクライナに対する団結を見て驚いているというふうに言います。ヨーロッパと NATO だけではなくて、アジアの国々もその対応をもって、団結は戦略的なアセットだということが証明されているというふうに、防衛力を強化する効果も持っているわけであります。ロシアや中国は、その宣戦布告をしたり、暴力を振るったり、現状を暴力を持って変えようとするときには、結果なしでいろいろと行動することはできないということが証明されているというふうに思います。また、アメリカとの協力のおかげで、地域というのは、太平洋はこちらで、大西洋はそちらだということではなくて、戦略的空間は一つになっているというふうに思います。過去よりもこうした地理的な関係は縮まっているというふうに、3点目ですけど、35カ国、その前に団結について、1週間前に岸田総理は、ドイツの首相を東京に迎えました。木曜日にフィンランドの首相が来ます。水曜日、EU のトップが来ます。また、イギリスとイタリアの首相と会ってきたばかりであります。で、ベトナム、タイ、インドネシアに、も行っています。総理だけではなくて、外務大臣もそうですけど、
で、この35カ国ということだけではなくて、国連投票に先立って、国連投票に働きかけをしたと、ASEAN に働きかけをしたと、カンボジアはその共同スポンサーになりました。また、フィリピンと2プラス2を計画中である。さて、同盟を拡大し、抑止力を拡大するということですけれども、3年前に考えられなかったようなことは、日本は新しい動きをしているわけです。国家安全保障戦略の修正、また経済安全保障戦略を打ち出しています。10月の選挙に防衛予算を強化するということを公約にしました。ウクライナの戦争があって、2% を目指すということをしました。これはまだ戦争がない時に岸田総理がそのような方針を取りました。以上のことを全部合わせますと、岸田総理の考え方、ドクトリンがよくわかるというふうに思います。いろいろな原則や柱がはっきりしてくるというふうです。最後、一点申し上げます。明日、日本時間でいう明日では、韓国の新しい大統領の就任式があります。日米韓の関係を直す素晴らしいチャンスだと思います。本当に関係を良くし、いろいろな恩典をもたらすことが可能となると思います。韓国の新しい政権が日本にチームを送って、総理外相とも会ったりしています。林外務大臣は就任式に参加します。これは重要な動きだと思います。日韓関係をよりちゃんとした基盤に置くチャンスになると思います。また日米韓関係をも改善するチャンスとなると思います。皆さんの質問に期待しております。マイク・グリーン CSS のチームホストしてくださってありがとうございます。ありがとうございます。本当にこの2ヶ月は信じられないくらいいろいろな動きがありました。それでは富田大使お願いします。ありがとうございます。マイク、私も最初はですね、お褒めしたいと思います。マイクさんに前回、これがですね、最後のご一緒にでき、仕事できるチャンスかもしれませんね。うまくいくことをお祈りしてます。また戻っていらっしゃることも楽しみにしております。ロンさんにもですね、申し上げたいんですけども、あまりにも早くですね、定着してその橋渡りの仕事を開始されていることに驚いてます。ラムさんはワシントンの全員知ってると言われますけれども、しかし今は東京の全員を知っているという状況になりましたね。本当に感銘します。この会話は現役の大使館の会話ということになりますけれども、素晴らしい機会だと思います。もっとあってもいいと思いますけれども、このようなことはですね、大使というのはですね、もう歌詞のような役割を演じているわけではありません。例えば19世紀のヨーロッパなどに比較しては違う役割になってますけれども、しかし視野と言いますか、今世の中で何が動いているのかが見られるという意味があると思います。そしてどういう変更が起きているかを把握できる立場にあると、そして、
そのパートナーシップの健康状態がどうなっているのか把握する立場でもあると、できる立場でもあると思います。その観点からして言えると思いますけれども、このパートナーシップの、健康の状態というのはですね、私長年この仕事を務めてますけれども、これ以上良かった時代はないと思いますね。このパートナーシップの健康性は、そして信じられないほどのその共通性があると思います。お互いの目的に関しては、その結果私どもは素晴らしいそのポリシーの平行性を持っています。向きのが揃っていると思っています。で、確信をしております。このパートナーシップをさらに強化しているそのアメリカの大統領に対しても、そして強調しておくべきことですが、戦略的にも非常にタイムリーなパートナーシップであると、この強い信号を送っていると思います。インド太平洋地域に、フォーカスを維持している。ウクライナの状態は、があるこそですね、大統領の訪問、訪日は強いメッセージを送ることにつながると思います。何か韓国でウクライナによってですね、集中力が散らばっているとか、そういうことは決してないというメッセージですね。で、この訪問によりどのような、出来事が期待できるかに関しては、時期尚早的な発言はすべきじゃないと思いますけれども、3つのフォーカスがあるかと思います。1つはもちろん言うまでもないんですが、安全保障に関する協力、ウクライナになる前からもですね、非常に挑戦的なその安全保障上の環境にあったんです。結構、治安の悪い地域だということをジョークで言いますけれども、私どもの、その地域というのはですね、ますますチャレンジングになってきているんですね、セキュリティ上は。で、しかもその脆弱性が露出されています、国際的な秩序に関して。ですからこの大統領の訪問というのは素晴らしい機会になると思いますけれども、お互いのリーダーのコミットメント、私どもの人生をより、強くし、そして回復力のある形にする、なおこの大統領の訪日はですね、国家安全保障戦略の見直しがちょうど行われているタイミングと重なるんですね。岸田首相は、その防衛戦略のメインな手段になるわけですけれども、すでにその協力、調整、お互いの調整のそのすり合わせのプロセスを開始しているんですが、その会話がさらに強化されると。で、2点目ですが、訪日、バイデンの訪日により安全保障上のコーポレーションというのはのためにはですね、真面目な努力が必要です。経済そして社会をもっと競争性のある、そしてレジリエンスのある形にしなければいけないと。去年ワシントンでフォーパートナーシップというプログラムを作り上げたんですけれども、この、文字はですね、コンペティティフネス、競争性、それからレジリエンス、回復力という単語なんですけれども、この経済的な安全保障、そして、そのサプライチェーンの強化、
なお、情報技術であるとか環境であるとか宇宙開発なども含まれます。ですからこの大統領の訪日に関して、このあたりのこの分野あたりのですね、協力がますます増えるのではないかと期待しています。それからこの戦略的にもこの地域全体に対するメッセージにもなると思ってます。これはメッセージだけではなく、私が思うに、非常に強い意味で日本とアメリカはお互いにリーダーシップの役割を握ると、舵を握る、状態にあるんだと、準備があるんだということを伝えることになると思います。このサミット会議はこのためには重要な、手段になる方向になっているんですけれども、なおこの大統領の訪日というのはですね、正式なインターパシフィックフレームワークの日本のアメリカによるそのイニシアチブのを強化する機会にもなると思います。その細かい内容を今煮詰めている段階なんですけれども、これも重要なイニシアチブになるわけなんですね。自由で開かれた太平洋を確立するためには、全体的な非常に重要な戦略的にもですね、大きな意味を持つと。で、お互いにそれがうまくいくように我々は努力をしているつもりです。以上です。ありがとうございます。富田大使、エマニュエル大使、ありがとうございます。また私はこれからオーストラリアの US スタディーズセンターのこれから担当するということで、ご親切なことをありがとうございます。キャリー大使は、皆さんご存知の通り、日本で素晴らしい仕事をしました。オーストラリアでも彼女と協力することを、楽しみにしています。また日米豪協力にたくさんの時間をかけたいというふうに思います。多くの今触れられた点というのは、アメリカにとって異国でできないようなことであると、日米にとっても不十分であるかもしれません。インフラ、融資、海上安全保障などについてオーストラリアの力も借りたいというふうに、また東京にも寄りたいというふうに思います。ウクライナについてお聞きしたいと思うんですけど、皆さんのお仕事の中で、歴史的に最も重要なことでしょうけども、団結のチャンスになる、また、共通の決意を示すチャンスにもなっている。ただ多くの疑問もあります。日本や台湾の世論調査に出てきていると思いますけれども、アメリカはこのヨーロッパの危機を管理しながら、北朝鮮、そして中国のアジアにおけるますます増えている野心に対抗できるのか、ヨーロッパとの関係を強化するチャンスがあります。エマニュエル大使が言われたように、岸田政権はヨーロッパと関係を強化しているわけですけれども、エマニュエル大使どうでしょうか。集団的防衛をヨーロッパと、そのようなものを作るチャンスはどうでしょうか。またアメリカはやりすぎを避けるために何をすればいいのでしょうか。簡単に答えます。韓国の新しい大統領の就任の2週間後ぐらいに、バイデン大統領はこの地域に来ます。日本との二国間のサミットだけではなくて、クアッドもあります。また、新しい韓国の大統領でもいいです。これは、中国は警告として受け止めるというふうに思います。また、ASEAN 会議は今度、ワシントンで開催されます。これは全部、アジア地域に対してバイデン政権やバイデン大統領は非常に活発であるということを示すんです。2点目ですけれども、岸田総理はイギリスの総理と会談をしました。そして戦略的な防衛的な側面がありました。これにより、太平洋と大西洋の空間が一つになった一つの表れだというふうに思います。
10で平だからインド太平洋地域及び、この地域におけるルールに基づくシステムを日本が提唱しているということは支援されました。また抑止ですけれども核の傘というのも確認されています。で、最後の点ですけれども、ウクライナは行動を取り、他の国にエネルギーが与えられたということです。一番重要なのはやっぱり自分のために行動を取るということだと思います。日本、してアメリカはウクライナやヨーロッパのことで忙しくてアジアの対応できないというような話は全くないと思います。日本は、自らのイニシアチブで地域においてアジアにおいてだけではなくてヨーロッパとも戦略的な関係を築いているということがあります。自由で開かれたインド太平洋地域のためです。またウクライナが自己防衛のために世界各国から助けを呼びかけたわけであります。違法な戦争に対して世界各国の関与を呼びかけたわけであります。こういう結論になるのではないでしょうか。これからの外交スケジュールを見ると明らかにバイデン政権はウクライナで忙しくてアジアに対応できないということは全くないというと思うんですよ。抑止として何か反応するのではなくて、抑止的にウクライナの教訓をアジアで浮かす、これは積極的で関与するということですね。富田大使どうぞ。そうですね、ラムさんも言われましたように、非常に幸いなことに、アメリカと密接な、そして他のパートナーと密接な関係ができている、協力ができていること、そしてバイデン政権にもですね、大きなその称賛をしたいと思います。今までに、前例のない、レベルのですね、開かれたオープンさで、そのパートナーに対応したことは非常にその速やかに、効果を与えていると思います。マイクさんもお話しされたんですが、その不安ですね、不安の話をされたんですけれども、日本の国民の多くは心強いというか、この国際的なコミュニティ、そして団結がですね、団結を持ってこのチャレンジに対応しているところを見て、心強くなっていると思います。ウクライナで発生したことにより、多くの日本人は反省を考える機会にもなっているんですね。自分たちを守るためには何をしなければいけないのかを考えるきっかけになっていると思います。仮に同じような状況がこちらで発生した場合、日本に発生した場合にどうするかですから、プラスの効果があるとすれば、ウクライナによってですね、あるとすれば、非常に真面目な議論ができているというところだと思います。安全保障戦略をこれからどうするかに関して真面目な議論のきっかけになっていると思います。岸田さんはそのレビューのプロセスを開始していらっしゃるわけですけれども、もっと広いその地域の意味で考える際には認識しなければいけないんですけれども、この戦争により多くの秩序の崩れにつながっていると、そのエネルギーの価格であるとか、食料の価格であるとか、そういったものが上昇していることなどなんですけれども、こういった困難な状況の中で、ウクライナの戦争よりもその経済制裁を中心に考えるんですけれども、その西側諸国の団結だけではなく、積極的にそれらの国に対して接近すべきであると思います。
こういった困難な状況の中で、そしてウクライナにある今発生している状況に関する我々の考えを共有して、そして何をすべきであるかに関してもですね、お話しする、岸田林外務大臣はですね、先週、東南アジアの、国々を訪問されましたし、たくさんの電話等をしております、中近東それから東南アジアなどを対象にですね、まあ、日本はそういう形でアメリカに対して援助できる、お助けできる分野の一つであります。ロシアの侵攻に対してですね、まあ、これはアメリカ、マイクいいですか。これはアメリカがあまりにもたくさんやろうとするという話と違う点について一つ言ってます。日本におけるアメリカに対する世論は 89% ですか、5% ぐらい高まったわけです。ここ数十年間と比べれば高い数字で 80% を超えている国で、このアメリカに対する世論ですけれども、カナダ、英国、フランス、日本4カ国だけが、アメリカの国民は、大変好意的に思っている国が4カ国しかいなかったわけです。お互い 8% 以上です。日本はアメリカに対して 89%、 アメリカは日本に対して 84% だったと思うんですけれども、両国民がこのように非常に緊密に、こう気持ちが近いということによって、両首脳が国民の支持を得て、いろいろ戦略的にできるようになるというふうに思います。本当に元ホワイトハウスの首席の補佐官が大使になるというのは面白いですね。ハワード・ベイカー大使もそうだったんですけれども、本当に私が彼の能力は素晴らしいと思います。今のような話を理解する力がすごかったです。やはり両方とも民主主義国家ですよ、日本もアメリカも。ですから、両国民が何を考えているのかというのは非常に重要になっていると思います。ウクライナですけれども、私は長年日本の仕事をやってきたわけですけれども、日本の国民はウクライナに対して非常に深い同情心を示しているというふうに思います。戦後のいろいろな危機を、ここまで侵略された国に対する同情を日本で目撃したのは私は初めてです。私はベテスダに住んでいるんですけれども、ウクライナの国旗は至るところに飾ってあるわけですけど、ジョージ・ケナンが冷戦の戦略的文書を作ったときに、我々の国の目標は我々の生活の仕方をこう保護するということです。日本の国民もそう感じているのではないかというふうに、そうです。今の生活の仕方にが脅威にさらされているということで、これは本当に自然な現象で、有機的な現象で、この世論調査はそれを裏付けるというふうに思います。アジアに大きな動きがあります。クアッドがあります。またエマヌエル大使から新韓国の大統領について話があったんですけども、アジアのネットワーク作りについて富田大使に伺います。韓国大使の経験をお持ちですけれども、本当にこれはチャンスでしょうか。日韓の共同の仕事を新たにスタートさせるチャンスになるわけでしょうけど、また日米韓もそうですけれども、またクアッドについても伺いたいと思います。まあ、まあ、私は少数派かと思います。日本ではつまりその楽観しているという意味ですね。韓国との二国間の関係については楽観している。しかしその悲観主義者であっても、ただしその韓国の政権のスタートを、まあ、前向き的に喜んで迎えるつもりでいますと、
林外務大臣は総理の代表として出席すると思います。今まで の、 その人物の交換、総合の意味でですね、非常に、今までかつてない、ハイレベルの訪問になると思います。まあ、どれだけ日本がですね、この関係をうまくする用意があるのか、ここ数年困難な時代を経てきたわけですけれども、その、前向き的に迎えると、実質的に重要な課題はいくつもあるんですが、真面目なスタートといいますか、この会議に向かうと、ディスカッションに向かう用意があると、関係を良くする用意があると。で、この同盟を良くするという意味ではですね、新しい、まあ、協力、能力、新しい能力、新しいアセットの開発、同盟のネットワークに、さらなるその深さ、そしてレジリエンスを与えることができます。だからこそオーカスを、喜んで迎えるんですけれども、オーストラリアともですね、深い、安全保障上の、協力があります。ステータス・オブ・フォースの協定を結んだばかりなんですね、オーストラリアと。マイクさん、シドニーに行ったときにまたさらに作業すればいいということですけれども、ネットワーキングの重要な機能といいますか、これを一つの使い方、手段として、参加者のみならず、もっと多く広い意味でですね、その、外交的な、アウトリーチにつながると。コードはその一番いい例であると思いますけれども、これは協力の枠組みとなるわけなんですけれども、各国の間の、しかしこれは重要な手段なんですね。共通の価値観、共通の原則をそのシェアする場でもあります。ですからこのクワッドというプロセスは、例えば接種であるとか、健康、環境変更であるとかですね、インフラなどという、極めて 実用的なですね、課題にフォーカスをしている。日本に、その米国の大統領がいらっしゃる間に、このコッドの機能を満たすことができる。まあ、私は政治学のを勉強するものとして、アメリカは友好国と同盟国を持っているわけです。民主主義国家は友好国を持っているわけです。中国は神経質になる、まあ、理由はちゃんとあるわけです。クワッドがうまくいくときに中国は心配する。中国はいつもこれに反発する。中国は友好国と同盟国を持っていない。中国が持っているのは中国から圧力を受けている国しかいない。ウクライナの、その戦争は NATO のせいだというふうに言うんです。これは、自己防衛のための同盟なんですけれども、中国やロシアは友好国と同盟国は持っていない。これを忘れてはならない。こうしたことは彼らに対する脅威なんです。彼らが、何をやりたいかというふうなことを思うと、やはりルールに基づくシステムによって、自分の利益のために共通の利益を持っている他の国と一緒に、経済と防衛について協力をするというようなことは、それ自体が中国やロシアにとって脅威になるわけです。中国の反応を見るときに、やはりクワッドの関係を強化するチャンスになっています。日米韓、ただ一番基本的に考えると、やはり、我々が一番基礎に持っているものを強化する。共通の原則、共通の利益、共通の価値観を持っているようなこと、これ自体が中国に対して、中国の存在自体、に対して基本的な脅威です。10年前に今の
話を聞くと、ワシントンではファッドをやらない方がいいというふうに言っていたわけでしょうけれども、中国が怒るかもしれないと10年前言われたかもしれないけど、でも今やるとやはり、友好国と同盟国を持っているということを中国とロシアに思わせる。プーチンのスピーチを見てると、 NATO はウクライナでいろいろやるぞっていうふうに言っていました。中国はそのプーチンの言葉を繰り返しているわけです。同盟、友好関係、協力、共通の利益、またその基盤の裏にある原則自体は彼らに対する脅威です。これは忘れてはならないと思うんです。団結は戦略的なアセットだということは、これ非常に価値の高いものです。中国を躊躇させているのは世界的なロシアに対する反応の団結です。 ASEAN 諸国の10カ国のうちの8カ国が NATO とアジア地域の主要の民主主義国家と一緒に投票したと、中国は見てこれを見て不安になるわけです。で、日本は早い段階から G7 においてリーダーシップを発揮したおかげですね。それは本当にそうです。テクノロジーです。日本の経済安全保障法案が進んでると思いますけれども、富田大使どうでしょうか。また融資家と、また下院の融資家に相当する法案もアメリカの議会で通ると思うんですけれども、今年か来年、したがってアメリカと日本の政府は議会や国会から新しいツールキットをもらうということですけれども、ハイテクの企業がアメリカに対する大きな投資を今発表したばかりということであるんですけれども、エマヌエル大使から聞きましたけど、輸出管理とかイノベーションについて何か日米で調整することはどうでしょうか。まあ、簡単に答えます。半導体だけを見ると、90% 生産と推進は4カ国のうちにあります。台湾、韓国、日本、アメリカ。こうした投資の調整ですけれども、今、アメリカ、他の議会にある法案の話が今あったんですけれども、下院と上院の協議委員会が設置されたばかりだと思うんですけれども、半導体の投資の調整をするということは非常に大きなことで、4カ国がその政策の調整もできるわけです。本当に物事が変わりつつあるという大きな兆しだと思います。韓国でも動きがあると思います。台湾もそうだと思います。また日本は経済安全保障法案などがあって、明らかに動きがあるわけです。新リベラル主義の台頭と崩壊という本を今読んだばかりですけど、いい本ですけれども、貿易と外交の2つの大きな指針というのはこれまで低コストと効率でした。今変わりつつあると思うんですが、まだ早い段階ですけれども、それの代わりに持続可能性と安定性、新しい指針になると思うんです。世界中の制裁を受けるかもしれないというところに投資はしない。またミンスク、モスクワ、香港などで、頭脳がいろいろと逃げているわけです。こういうところに投資しない。政治的に安定していて、法律を持っていて、信頼できる法制度を持っていて、これは、将来的にも安定するであろうと、またその気候政策も安定している。これがこれからの投資の指針になると思います。今お話のあった2つの
法案というのは国際的な経済関係にどういう変化があるのかということを示していると思います。そうですね。言われたこと、ラムさんが言われたことすべて賛成します。そこまでいいじゃないですか。もう十分な答えじゃないですか。エネルギーの重要性ですね。安全保障の中でですねの一そのについてですけれども、日本に対してですね非常に大きな課題があるんですね。適切なその環境上の気候変更に対するターゲットに達成するためにですね非常にチャレンジが大きいんですね。でロシアのエネルギーへの依存度を下げなければいけないという状況に今なってます。そうした時にパートナーに、その、要求要請をするわけなんですけれども、やはり信頼性というものにですねプレミアムがつくわけなんですね。最も信頼しているパートナーであるアメリカとどうしていくのか、このエネルギーの分野における協力体制を強化する、核の技術を含めてですね、エネルギーの、重要性を強調しておきたいなと思います。コージの言った点で、私からも強調したいと思うんですけれども、2年前から日米が、お互いに一番の対外直接投資詐欺でした。アメリカにとって日本、日本にとってアメリカだったんです。本日ミネソタの会社に対する投資がある。カリフォルニアとオレゴン州に工場を作ると、これは15億ドルという数百もの雇用を作り出す。また気候対策のエネルギーにも関係がある。これは商業的な世界で行われているところですけれども、サミットの時に宇宙やまた AI、 サイバー、セキュリティ、また量子物理学などで信頼できるパートナーと持続的な形で安定した形で推進をするという話があると思います。いくつかの質問が来ています。インド太平洋経済枠組み IPEF はバイデン大統領が日本に訪問する際に発表されると期待されているんですけど、富田大使はどうでしょうか。日本政府はやはり CPTPP に入ってもらった方がいいと。アメリカはアメリカの経済界も民主党、共和党支持の国家安全保障の専門家もみんなそう思うんですけれども、ただ富田大使、いやずっと富田大使に聞いてるの、私に聞かなくていいんです。でも富田大使に聞きたいと思うんですけど、日本はこれで満足できるんですか。まずですね、戦略のビジョンにの話に戻りますけれども、TPF のですね、最も開かれた、アメリカにとってのフレームワークを一番良いものにするという概念ですけれども、アメリカは TPP、CPTPP に、から撤退したことは確かに後退なんですけれども、中国はそのギャップを埋めるべく、熱意を持っているんですね。 CPP の申請をしてしたいわけです。で、私どもは懸念しているわけです。 TPP はがあるだけではないんですね。 TPP は唯一の方法ではありません。このリーダーシップを主張する意味ではこの領域において、ですから、歓迎しています。IPEF の立ち上げをですね喜んで歓迎します。アメリカの友達と組んでですね、具体的なその詳細を具体化するための、すべて話している、してきている内容をここで言えないかもしれませんけれども、何をしてもですね、この地域経済フォーラムの中でやる場合にはですね、
基準が高いとですね、排他的になるし、排他的なフレームワークになるとスタンダードが下がるしという、まあ、トレードオフがあるんですけども、もちろん両方必要なんですね、この2つの要件は。2番目に、いかにして引きつけるかですね、参加者を。でこのフレームワークは具体的な、恩恵をもたらさなければいけないものだと思ってます。まあ、先ほど言われましたように、この新しいフレームワークは新しい今から出現している新しいプライオリティに対応しなければいけない。ですからこれらの要素をすべて今勘案して、この新しいフレームワークを構築したいと思っています。これは冗談ですが、本当にコージの言った点に同意します。日本に来る前にバイデン大統領と、相談しました。また首席補佐官として市長としての経験もあるんですけれども、ただバイデン大統領はアジアに対して、これはピボットという転換というよりもビジョンを打ち出していると思います。2つの点があって、アメリカは太平洋の大国であると、恒久的に友好国と同盟国は、ずっとずっと国防、法律、経済、すべての側面においてアメリカに依存することができると、頼ることができる。アメリカは恒久的な太平洋の大国で、中国のビジョンというのは、アジアは中国の影響力の持っている地域だと、アメリカをここから追い出すと。友好国はただアメリカのプレゼンスを望んでいるんです。これは政治的、軍事的なことだけではなくて、経済面でもそうです。経済界は貿易協定についてすでに立場を明らかにしている。で、コージが言っているように手段は一つしかないというわけではないです。アメリカのプレゼンスをインド太平洋地域において示す手段はいろいろあり得ると思うんです。力強いプレゼンスは必要です。同盟国を安心させ、そして35カ国と TPP に参加している国だけではなくて、その地域の他の国もやはり、彼らも参加するチャンスがあると、ただ基準も高いと。アメリカはやはりずっとプレゼンスを持つと、アメリカを頼りにしてもいいと、我々のプレゼンスをずっと継続すると、こう自由で開かれたインド太平洋を実現するとキャッチフレーズだけではないということなんです。 TPP は私はブッシュ政権に入っていた時に考えたわけですけれども、中国の振る舞いに影響を与えると、経済的な関係に影響を与えるなど、ただそれは今疑問視されているということです。大統領が日本に行くときに日本とオーストラリアと一緒に経済的なルール作りのあり方を新しく考えるチャンスになると思います。中国の多くの人もそうだと思います。自分たちの政府に対してかなりフラストを持っている。習近平はやはり経済的なルールを作る環境を作っているわけですけれども、たくさんの質問は富田大社に来ていますけれども、完全に観光客をいつ日本が迎えるのでしょうか。こうしたイベントでこれだけたくさんの質問が来てるのは初めてです。もういろんな人が日本に行って、もう行きたくてたまらないのではないでしょうか。再開をすれば本当にたくさん観光客が来るでしょうけれども、まあアメリカではそういったそのデマンドが高まっていると、私はそこの、国境の対策を緩和できることを楽しみにしております。岸田総理はですね、最近発表したばかりなんですけども、 EU とあるいは北米の国々とほぼ、まあ、
似たようなその政策が打ち出せることを楽しみにしているということですけれども、この目的がある訪問者のみならずですね、観光客もお迎えできるということになると思います。具体的なことは言えませんけれども、近々そのあると思いますよ。首相総理はですね、このゴールに対して絶対に実現したいという熱意を言って表明しています。エマヌエル大使、沖縄についての質問が来ています。アメリカは沖縄県民の負担について何ができるのか。摩擦についても質問が加えて、地政学的に沖縄が非常に過去よりも今中心的になっていると思うんですけれども、地政学的に沖縄の重要性が高まっていると思うんですが、もうすぐエマヌエル大使スピーチを行うでしょうけれども、もうすぐ50年間の返還の50周年になるわけですけれども、8日間前に私は沖縄に行きました。8日間ぐらい滞在しました。本当に個人的にも重要だったんですが、知事と、その議会の議長と、また4名の市長とも会談しました。経済的なチャンス、文化的、また政治的な問題、これは別に私のためではないんですけれども、在日米軍の担当者とも話をしました。良き隣人になる、良きパートナーにでいたいという気持ちはあると思います。積極的にいろいろできることはあると思います。小さなことも大きなことも、経済的なチャンスをもたらすようなこともあると思います。マイクがよくわかるように、我々は沖縄だけではなくて、いろいろな、島を含めた、グアムを含めた、リソースの再配分について、考えているわけですけれども、在日米軍のプレゼンスの 80% 近くを沖縄が負担しているわけですけれども、沖縄のお話をまた後でしますけれども、沖縄以外の日本において多くの基地は自衛隊と共同利用している。で、地域の市長は自衛隊と在日米軍といい関係を持っている。沖縄の我々のプレゼンスは非常に大きいわけですけれども、我々が重視しておりますけれども、で、アメリカの軍関係も重視しているわけですけれども、これは軍任せではいけません。我々は政治的に関与しなければなりません。ただ例えば文化的に経済的にどういう協力が可能なのか、将来どういうところを開発したいのか、我々はパートナーとしてぜひ活躍をしましょう。息子が海軍に入っているときにこの地域にも来ていましたけれども、その個人的な関係もあるわけですけれども、これ軍任せではダメです。その文民レベルでも対話が必要です。何かマイクの質問にあったような事件があったときに、独り言をするのではなくて、事件もこれからもあるでしょうけれども、クリントン大統領とお話があったんですけども、仕事で一緒に、仕事を一緒にする前に個人的に知り合うことの重要性です。私は沖縄に行っていろいろ知り合ってきたわけですけれども、私はやはり、政治的なリーダーと沖縄について語ると、軍だけが関与していないと、これはもっともっと大きな関係です。アメリカ政府も関与しているのと、軍だけではないと。我々は関与していれば、その軍の仕事をしている人たちの、その、彼らの立場が良くなるわけです。彼らは、で、
沖縄の政治的なリーダーも県民の代表をしているわけですけれども、アメリカ政府の政治的な代表としては私は彼らとも対応していた。重層的な関係を作っていくというのが一番いいやり方だと思うんです。何十年前に富田大使とこのような問題で初めてお会いしたと思うんですけれども、東京と沖縄の関係を改善する効果も出てくるでしょ。そうですね、間違いないですね。一緒にその組んでやらいかなきゃいけないんですね。まあ時々問題は発生するんですが、素晴らしい歴史があるんですね。このいろんなチャレンジに対応するという意味で有効な形でですね、ですから確信しております。十分対応していける、沖縄での状況をですね対応していけると確信しています。それからラムさんが指摘したことを実現することは重要なんですね。共和的なその関係を保てるように、地元のコミュニティとですね、で地元に沖縄にいる米国軍はですね非常に高い認識を持っていると思います。良き市民になろうとしていることを感謝しています。ラーム、エマヌエル大使、富田大使、富田浩二大使、本当にありがとうございます。これからバイデン岸田サミットの準備で本当に忙しいと、おそらくエマヌエル大使の方が忙しいと思うんですけれども、岸田総理がワシントンを訪問すれば富田大使を忙しくさせることは十分可能でしょうけれども、本当に素晴らしい話し合い、どうもありがとうございました。サミットの成功を願っております。マイクも講演を祈ります。ホストを務めてくださってありがとうございます。コージ、素晴らしい友人とまた仕事。ありがとうございます、マイク。楽しかったです。大統領と一緒に同行いたしますので、東京に参ります。その時に楽しみです。よかったです。ありがとうございます。失礼します。